ストライクショット、マチャイクサラグの中のサラバちゃん、トベビカキです。はい、ということで今回はアニメ銀魂とモンストのコラボ第2弾でございます、はい、ガチャキャラの土方藤四郎&沖田総吾、そして近藤勲&バブル総女、さらに高杉晋介&騎兵隊を今回は紹介していきたいと思います。はい、はい、それでは早速土方藤四郎&沖田総吾からいきましょう。はい、それでは見ていきましょう。こちらじゃんと、反射ゲージのバランス型マインスイッパー L2 超アンチウィンドウ、状態上回復に SS ターン短縮とで友情コンボがこちらが、ツイン反射レーザー L4 と超強防御ダウンブラスト、うん、はぁ超強でございます。まあ面白いですね。いいですね。じゃあちょっと爆発もらいながら、はい、ダウンしてお叩けると、反射レーザーで削っていけると、はい、削っていくこともできると、誘発でもまあ防御ダウンはしてくれるんで、まあいいですね。そうですね、うん、あそして超アンチウィンドウスピードがアップしてますね。風を浴びるとスピードがアップすると、はい、そして今友情コンボクリティカルが出たようなので、うおーおー溶かすいいですね、素晴らしい。へえ、はい、ダウンしながらちょっと削ったかな。防御ダウンさせてツインが入ると結構やっぱ削っていきますね。うんだね、うん、いい感じにこう縦とかで折れると、あ、今やんこんな感じだとすごいいい感じに削っていく。いいでしょう。はあ、だから友情でほぼ100万くらいのダメージ当たってるぐらいのね、まあ自分で殴ってるのもあるけど133万すごいっすね。てると、はあはあ、超アンチウィンドウなんでスピードがアップしてますね。うん、じゃちょっと横折り、はい、スピードがアップした状態でこんな感じで走っていくことができると、うん、ウィンドさえあれば、うん、もう これでまたスピードアップ、また上げる、だから自分の次のターン引っ張るまでってことですよね、うん、そうですね、スピードアップするのは。なので割とまあほぼほぼずっとスピードアップ状態になる可能性もありますよね。そうね、ウィンドがある影響であれば、うん、ステージなら、うん、はいはい、でちょっと状態上回復がですね、はい、ゲージであるので、うん、ちょっとこれで状態をね、いいですね、毒ついてるやつを回復して回りながら、うん、雑魚処理もしつつと、スピードはある分、まあ、当たりやすいところもあるかもしれないですね。そうですね、超アンチウィンドも発動してまた発動してと、うん、はい、それではストライクショット見ていきましょう、うん、こちらじゃんと、貫通タイプになり敵を貫く&沖田がバズーカ弾で土方を攻撃と、ほうほう、じゃあ横貫目にお願いいたします。やろうという思い、うん、えい、やるぞ、そこ任せてください。死ね、土方、俺を狙ってんじゃねえ。降りてるけど、降りてるけど、降りてる、ちょっと降りて、ちょっと降りてますね。うわ、でもいけんだでもいけんだすげえすげえ、315、ま、なお余裕、おーおーおー、しかも最後にも一発、もう別に土方さんに向けてやるんだもんもうそうですね、ずっとねいなくなってもなお、いなくなってもなお狙ってるのは土方ですかなんだったらいいですね、さすがですね、さすがの演出、はい、はい、もう一回あと入ってきましたので、はい、1段階目を、はい、1段階目もちょっとね、あの誘発ができるという噂なので、うん、はい、行ってみようと思います。お願いします。上がって降りてこいかな。はい、やるぞ、そこ任せてください。死ね、土方、俺を狙ってんじゃねえあ、でも1段階でも十分なダメージが、そうっすね、見込める。おいおい、なるほどね、結構スピードあるなですね。あと範囲も、うん、まあ、爆発の範囲があるんで、そうっすね、普通にダメージを与えれる。超友情の友達と、友達とね、周りの子がいたら結構ねね、友情コンボとかでまた良さそうですね。超アンチウィンドでスピードもまた増強されて、うん、はい、だいぶ動きますね。すごい、はい、というようなストライクショットでございます。それではステータス見ていきましょう。はい、というわけでステータスはこちらになります、うん、はい、ということで先ほど言ったのが、宝船ですね。はい、はい、まあ、うん、ウィンドウが出てくるというところで、うんうん、超アンチウィンドウがかなり活躍するという感じですかね、はい、いいですね、はい、うん、あと他いけそうなのだと、うん、マイスイーパー ML とかもあるのか。そうですね、なので、うん、マリシテンカイとか、うん、属性的にもいいですね。ウィンドウも出てくると思うんで、割と、あ、そうだね、うん、動きやすいかなと思います、はい、はい、あと他だと、うん、
マグメルとかも地雷とウィンドウ、ウィンド出てきますね、うん、マグメル自身が吸い込んだりしてくるんで、そうですね、ちょっとだけ油状コンボロック回復できるシーンもあったりするんじゃないかな、状態上回復でという、確かに、はい、いいですね、ありますね、あとあれですね、うん、近畿のあの18の極、うん、はいはいはい、状態上回復とかあるとやっぱそういうのは楽ですし、うん、まあ、ウィンドも出てくるのでいいのかなというような感じでございます、はい、ということでポイントはこちら、じゃんと貴重な超アンチウィンドでございます。あ、何体目ですかね、多分ソロモンが持ってて、うん、でさえ最近情報修正されたハデスが超アンチウィンド持ってるぐらいなんで、うん、まあ、3体目とか、まあ、SS とかがね、うん、かなり動く SS なので、はい、そういうのにはやっぱスピードアップするので、そうですね、相性がいいし、うん、はい、っていうのありますよね、ですね、うん、まあ、超アンチウィンドからの、まあ、状態異常回復とかで、はい、あと SS ターン短縮とかもあるので、うん、まあ、当たりにはいきやすいのかなと。ね、SS も早いよね、痛め16で SS ターン短縮だから、うん、結構打てるし、結構打てるんで、スピードもあったらいい火力になりそうですよね、はい、はい、というような土方投資郎&北沢子でございました、はい、それでは続いていきましょう。続いては近藤勲&バブルス王女紹介していきましょう。はい、それではステータス見ていきましょう。こちら、はい、じゃんと反射ゲージのパワー型、超アンチダメージウォールに幻獣キラー、そしてゲージでアンチ魔法陣とアンチ減速壁、おー、ほうほうほう、で友情コンボが全敵ロックオンレーザー L と超なぎ払い、ちょっと飛距離長いやつですね。そうですね、飛距離というか、うん、距離が長いやつ、範囲が広いやつですね。とりあえずじゃあまあこれは二手目に行ってちょっと誘発させますか。はい、友情、おー、全敵だからこれは雑魚処理に、はいはい、使いやすそうな、全敵か、真ん中スーっていきます、なんかスーって、完全ですもんね、そうですね、スーっていってみましょうか、じゃあスッ、おお、なんだ今の、超投げ払いが近いと、めちゃかなりええですね、範囲もまあちょっと広いんで、当たりゃこれ当たりゃもうほぼ倒してくれる、雑魚処理でも全然いけますね。いいですね。うん。無限だけによくない。お願いします。えい。いやー雑魚処理能力高。しかもこれボス裏とかに配置したらかなりの威力いきそうな。全敵の、はい、ロックオンのやつが。はい、それでは超アンチダメージウォールなので、はい、ダメ王に触れて、うん、攻撃力をアップさせて叩いていくと。おお、結構。パワー型だからいい威力がやっぱ出ますね。一発の威力がでかいですね。はい。おいしょ。友情こんな感じでかなり、うん、まあ、削っていけますね。そうですね。うん。もう一回当たっていきますね。はい。超投げ払いが入る範囲かなこれは。おお、全敵も結構入ってますとかね。素晴らしい。おお。はい、それではストライクショットいきたいと思います、はい、こちらちゃんと、うん、7体のゴリラと共に駆け回る&壁に触れるたびにパワーがアップと。はー、結構すごくない？これちょっと1段階目なんで、うん、一旦ちょっと雑魚処理しつつその7体のゴリラを見る感じで、うん、まあ、壁ドンもしていきたいと思います。はい、よいしょ。帰りたい、これみんなのところに帰りたい。すごいどうだったなんだバブルス王者にぶん投げられましたね、完全に。なるほど、はー、でぶん投げられたですね。で、しっかりとそこ処理もしつつ、今優勝コンボクリティカルも出たんで、ちょっとそれも見てみたいところ。どういう感じなんでしょう。あ、でもレーザーだとこれぐらいの威力いきますね。はー、いやー、面白い SS。 面白いねですね。まあ雑魚処理もしつつ、まあ、ボスも結構な、うん、壁に当たるほどっていうのがあるのかなですね。そうだよね、かなりの威力出た感じでしたね、うん、しかも超アンチダメージオールもあるから、あ、ね、よりね、より攻撃力アップもしてるんではないかと。はい、はい、次2段階目、そうですね、見てみましょうかね。見ていきましょう。はい、はい、それでは今度は2段階目をやっていきたいと思います。はい、入り直してきました。それではいきます、うん、絶対重くそや、重くそいきますよ。えい、帰りたい、これみんなのところに帰りたい。うわー、なんで3回ぐらいしか当たってなかったけど感覚的には、感覚的には、でもガーンっていったんで
すげえ。これ本当に壁際にはまってったらすごいんじゃないか。普通になんか斜めで入っていってもいけそうだよね。ね、だ斜めで入っていっても言ったら他の7体 の、 そのゴリラたちがザコも処理してくれるんで、割といいダメージもいけそうな、うん、そうだよね。これ使い勝手めちゃめちゃ良さそう。めっちゃいいな。はあ、というような、はい、ストライクショットでございました。それではステータス見ていきましょう。はい、というわけでステータスはこちらになります。はい、ということで先ほど言ったのが平の清盛ですね、うん、はい、はい、まあ、ダメージウォールが出てくるところにはかなり活躍するんじゃないかなというような、うん、超アンチダメージウォールがありますからね。そうですね、うんうんうん、はい、いいかなと思います、うん、でもいっぱいアビリティあるからね。そうなんですよね、アンチ、トリプルアンチですよ。他にもいけそうなところは結構ありそうなんですけど、はい、まあ、ダメージウォールと魔法陣とかだと、うん、まあ、ビオルドとか、あー、そうですね、うん、ビオルド激究極とかもいけますし、あとダメージウォールだけでいくと、うん、まあ、ビシャモンテンとか、おお、確かにね、ですね、あの、うん、現地キラーもあるからね。そう、プニとか価値がもしかしたら友情で溶かせるんじゃないかぐらいの、おお、そうか、キラー乗るもんね、はい、可能性はあります、可能性あります、うん、あとはあれですね、近畿の七の極、うん、七の極、あと魔法陣が出てきて、ジャバウォークのところ、そうですよ、そうです、はいはいはい、ボスが多分厳重、そうですね、なので、うん、なんだったらもう SS でがっつり行くこともワンパン行くかもしれない、行くかもしれないですね、やってみたいね楽しい、楽しみですね、それは、はい、はい、というような、うん、ものですが、ポイントは、はい、ポイントはこちら、じゃん、7体のゴリラと共に駆け回る&壁に触れるたびにパワーがアップの SS が何より強力なんではないでしょうか。これは確かに強力でしたね、はい、ですね、はい、これね、あの駆け回るときにそのスピードもアップしてるんで、まあ、パワー型なんですけど結構走れるし、確かに、まあ、アンチダメージ、超アンチダメージオールがあるので ね、 そうですね、ダメージオールがあったらこうちょっとまたパワーもアップして、厳重相手だったらもっとすごいんでしょうね。さらにそこに厳重キラーもね、はー、ついてくるという、ちょっと楽しみですね。しかもアンチ減速壁でね、あ、阻むものはもうないですね、ないよ。もしかしたら今後またすげえ輝くところも出てくるのかなぐらいのはい、はい、というような SS でございます。はい、ありがとうございます、というような感じで、今度はサワン&バブルサワンチャでございました。続いていきましょう、うん、続いては高杉&騎兵隊でございます、うん、それでは見ていきましょう、こちら、うん、じゃんと、じゃん、貫通ゲージのスピード型、はい、超アンチダメージウォールに無属性耐性、うん、ゲージでアンチワープと、うん、で友情コンボがこちら、超強貫通拡散弾 EL5 と防御アップと、うん、はい、なっております。はい、はい、ここはかの恐ろしき自分の国、かの恐ろしきですよ。とりあえずプヨを倒しますか。そうですね、うんうん、こういう感じですかね。はい、えい、プヨを倒しまして、うん、こんな感じ、はい、うん、倒せるラインっていうことですね。倒せるラインであります、はい、よいしょ、はい、まあ、ダメオとワープ、はい、どちらも持ってるので、うん、ギミック対応力はありますね。そうですね、うん、そう、よいしょー、というわけで、はい、こんな感じ、うん、まあ、うん、再回復はしましたけど、うん、スモックの威力が、はい、無属性耐性でやっぱ抑えれるので、そうですね、ちょっと抑えられてるので、うん、ちょっと HP も安心かなというところはありますね。ですね、うん、アンチワープもまたダメージオールもあるいいですね、はい、じゃあちょっと SS を打ちますが、はい、高杉を拾って、うんうん、ダメージを抑えていきたいところ、はい、ちょっと暴れちゃうから怖いけど、おお、えい、はい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 、おお、いいよいいよ、いや、スモックのダメージ痛かったはずで3個拾ってるけど、おお、まあ、全然、まあ、回復もしつつですが、うん、全然耐えれますね。防御アップがね、うん、あるので、はい、味方も結構軽減できるとですね。で、自分は無属性耐性で軽減できるという、はい、いいです、ね、ありがたいですね、ありがたいですね、うん、はい、ストライクショットです。はい、こちらジャンと、4人に分身&、仲間たちを率いて敵へ打ち込むと、はい、はい、24ターンの方、はい、行ってみようと思います。2段階目ですね、うん、そうですね、こういう感じかな。なるほど、ちょっと弱点、これしんすけ様、しんすけ殿、しんすけ、この世界を壊すのは俺だ、俺だ、とっとっ
いや、すげえ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 、仲間たちが、仲間たちがいい仕事してるぞ、仲間たちがマジいい仕事してる、みんなどうもうガーッと削っていくからえぐいほど、そうですね、いい感じに動いてましたね、めっちゃ削るじゃないですか、はい、弱点がこうね、はい、強化された時にこうか削っていくと、はい、いうのが。これが24ターンですね。そうですね、うん、1ターン目12ターンで打てるので、お雑魚処理とかにも使えるかもしれないですね。確かに、うんうん、使ってみますかね。使ってみましょうか。はい、はい、さあもう一回貼り直してきまして、はい、12ターンの方のストライクショットを打ってみようという企みでございます。はい、行きましょう。はい、じゃあちょっと当たりながら、うん、まあ、暴れる感じかな。そうですね、サンダーバードは倒さないといけないというようなこの環境、環境、うん、しんすけ様、しんすけ殿、しんすけ、この世界を壊すのは俺だ。はい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 、おお、サンダバさんがいないですね。上のその分身の子が完全に倒してくれましたね、今上の子を。こんだけ動けばな、まあそれはそうですよね、倒してくれることの方が多いんじゃないですか。高いですよね、いやー、これはかなり使い勝手がよろしい。いや、このサンダーバードをちゃんと倒さないといけないのがこれの難しいところですよね。いや本当にそうですね、すごいややこしい位置にいますからね。これが12ターンで打てるのはでかい、でかい。はい、というようなストライクショットでございました。それではステータス見ていきましょう。はい、というわけでステータスはこちらになります。はい、はい、ということで先ほど言ったのが近畿の24の極でございます。いや、なかなかの鬼門ですよね、なかなかの鬼門、うん、ただまあギミックがかなり対応してますし、はい、まあ、無属性耐性があるので、うん、あのスモッグとかも、そうですよね、うん、スモッグもちょっと軽減できる、仲間も防御アップで少し軽減させてくれると、はい、うん、かなり使い勝手はいいのかなと思います、はい、あとかいけそうなのだと、うん、あれですね、うん、ジュラザリナとか激究極のダメオトワープ、はい、ダメオトワープ対応してるっていうところでいけると思いますし、はい、あとは、うん、エデンとかも、はい、爆絶のエデン、はい、貫通のワープ持ってるので、うん、いけるかなと、はい、うん、ボギアップがサポートにもなりますし、あ、そうですね、あのセンサーっていうかあの面玉のやつとかね、面玉ピーンってやつもあれ無属性耐性で威力がちょっとあれできますよね。そうですね、威力がかなり軽減できるんで、ビャーゲーンってやつもね、ガシャーンってやつね、ボックスが開幕やってくる、ビャーゲーンってやつもちょっと軽減してくれると、はい、というところもあるのでかなりいいかなと、うん、はい、まあ、あとイザナギとかも全然いけるかなと、うん、白爆発とかもね軽減できるの で、開幕白爆発もはい、いいかと思います。ポイントはこちら、ジェント12ターンで売ってる SS と、いや、この SS はすごいですね。これ、まあ、24ターンの方でも威力かなり高いですけど、うん、まあ、12ターンで打てるっていうのがかなりでかいかなと、うん、こと24の極に関してはこれはでかい、ね、即必殺つけたらやばそうだねって、いや本当に言ってたけど、そうですね、即必殺つけるとまた面白いんじゃないかなと、うん、ね、ね、より使いやすい、はい、打てるのでは、はい、いいかなと思います。はい、というわけで以上、うん、アニメ銀魂とモンストのコラボ第2弾、ガチャキャラのね、土方斗司郎&北総吾、そして近藤勲&パブル総女、そして高杉晋介&騎兵隊をご紹介してきました。はい、ぜひ皆さんもね、楽しんでいただければと思います。楽しみ、ではバイバイ、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。よろしくお願いします。バイバイ。他のチャンネルもあるのでチェックしてみてください。いつもみんな文句で遊んでくれてありがとう。って私が言うと思わなかったやつ、これからのモンストをよろしくお願いします。